や、とか一番使わないアプリといっても過言ではないでしょ。ないと何もできないね。全てがここに詰まってる。これを消した瞬間、イメージ的にはもう開いた瞬間もこんな感じ。はい、ということで今回はアシスタントから特別企画があるということでカメラを回しています。今回の企画は何でしょう。はい、今回の企画は生産性を極めた男のスマホチェック企画です。スマホチェック嫌だな。視聴者の方も興味あると思うんで。スマホの画面、はい、結構ね普通なんだよね。ちょっと常識人間でバレちゃうかもしれない。まこさん、自分の常識は他人の非常識って出たじゃないですか。え、論破いきなりひろゆきさんいや、まあ何かしら常識的じゃない部分絶対あるはずなんで。なるほどね、スマホね。うん、面白いのかな、見て。ぜひお願いします。はい、そもそもなんですけど、スマホの本体についてちょっと教えてください。あ、この本体ね、はい、これは iPhone 12 Pro Max、 はい、最新ですね。うん、 iPhone はね常に最新しか使ってないよね。結構大きいですよね、それ。まあ、Max だからね、手のひらあんまり大きくないんで収まりきらないんだよね。両手でやるしかないね。で、たまに片手で操作してる時にこの上の方を押したくなったらね、ちょっと親指つりそうになるよね。押せないですよね。そう、押せないっていうみたいな。でも上の方はあんまり普段タップしないものばっかり置いてるんで、そんなに困らないですね。ケースはつけてないんですね。ケースは昔はつけてたんだけど、やっぱ時期がバカになっちゃうからあんまりやらない方がいいなってことで、やっぱり iPhone はもうこの生まれたままのポンポンが一番いいということで、もうしばらくそのまま使うようにしてるね。落として傷ついたりとか、うん、画面割れちゃったりしないのかなって思ったんですけど、うんうん、保証入ってます？アップルケア。アップルケアね、絶対入っちゃダメだね。ダメ、うん、ダメですか？持論だけど。なんでですか？アップルケアね、万が一割れたら全額またお金払わないといけないですよっていうことを、もう店員さんがめちゃくちゃ煽って、入った方がいいですよって言って、それでお金をせしめようとする圧力を感じてしまったね。じゃあ画面割ったこととかないですか？割りまくりだよ。割りまくり。俺ほど iPhone の画面割ったやつはいないよ、ね、昔渋谷の桜ヶ丘のあの坂道をなぜか全速力でスリッパで駆け上がったことがあって時をかける少女バレにわーって駆け上がって、いや、なんでなんだろうね、多分何かに飢えてたんだろうね。全力で走っていったらもう引っかかって、もう3回転ぐらいして膝とか肘もすりむき散らかして、もう血バシャーも出てて、痛そう。で、痛だだってこううずくまってて、なんかもうパニックになっちゃって、なんか急いでたんだよね、確か会議にも行かないとみたいな感じで急いで走ってて、でこれもうやばいっつって、もうこんな痛いといけないと思って、とりあえずスマホに連絡と思ったらスマホもバキバキになってて、うわーと思って、でもその時なんか頭がもうおかしくなってて、このまず画面が割れたことを報告しないとと思って、一生懸命キャプチャー撮って送ったんだよねキャプチャーを撮って、そう、ひびが入ってる、ひびが入ってる画面キャプチャーで一生懸命撮って送るんだけど、キャプチャーはね割れてないんだよね。まあそうですよね。あれ何だったんだろうね。一生懸命キャプチャーしたんだけどね。謎ですね。謎です。ちなみにキャリアって何使ってるんですか？ギクギク？ギクって自分で言っちゃダメなんですか？ギク？いや、なかなか聞かないなと思って。ちょっと可愛いと思ってくださいずっとそろそろ変え時かなと思ってるのに変えてないから恥ずかしいんだけど、今は UQ モバイルですね。悪くはないです、 UQ モバイル、別に普通に繋がるし。でもそろそろ大手キャリアでもいいかなって思ってきてるところですね。はい、うん、やっぱ 5G とかの接続考えると、ちょっと UQ がどうかっていうのははっきり分かってないんだけど、もう大手ではあんまり差がないかなと思って。じゃあ早速アプリのご紹介をお願いしたいんですけど。アプリの紹介、はい、動画に載せるので画面収録をお願いします。はい、じゃあ画面収録ね。はい、この画面収録もね簡単になったよね、昔できなかったからね。そうですね、そうそうそう。ちょっとまず下の4つから見ていきたいんですけど、うん、一番左端 Kindle ですよね。 Kindle、 その位置に Kindle あるの、やっぱりさすがですね。いやいや、もう一番下に Kindle 置かない人いないでしょ。普通 LINE とかじゃないですかね。いや、 LINE とか一番使わないアプリといっても過言ではないでしょ。それは言い過ぎですよね。一番ではない。いや、一番ではないよ、はい、けど、まあ、LINE
ってみんなここに置いてるイメージ確かにある。はい、私もです。ってことは誰かといつも連絡してるってことだよね。そうですね。連絡しないもん誰とも。する必要がない。しない、うん、LINE は自分にとっては家族と連絡するためのアプリ。ファミリーアプリ。ファミリーアプリ誰とも連絡する必要ない。仕事は全部メッセンジャーだし、でほぼ Facebook メッセンジャーなんで LINE をここに置く必要が全くない。なるほど。 Kindle は普段ペーパーホワイトとかご紹介されてますけど、うん、スマホでも読むんですね。基本移動中は全部アプリで見て、やっぱりねペーパーホワイトとか持ち歩くとそれの充電も必要になるし面倒なんだよね。アプリで見て、あとやっぱ動きがスムーズだし、あの線とか引きやすいし、そういう意味でもスマホでやっちゃった方が早いですよね、うんうん、ちなみに今どんな本読んでるんですか？今読んでるのは読書大全。読書大全、世界のビジネスリーダーが読んでる経済哲学歴史科学200冊っていうのがめっちゃまとまった本なんだけど、本のまとめ本。そうそうそう、本のまとめ本、まあ、結構ね評価高いんだよね。でも本ってもうその日その日で全く違うの読んでるから、今日はたまたまこれ読んでたっていうだけで、はい、かなり毎日変わるね。漫画読んでる時もあるし、はい、うん、次とスラックですよね、うん、スラックはもう仕事で、はい、もうスラックないと何もできないんで必須ですね。もうスラックの通知はオフですよね。スラックはもうそのワークスペースっていうそのチーム単位ごとにもう全部アカウントオフにしてるんで、はい、誰も通知を送ることはできないですね、はい、うん、連絡は俺が返したい時に返すっていう感じになってますね、はい、で本当に緊急の時は電話してくださいって言ってるんで、しかもまあ都度都度確認してるんで、言ってもそんなに遅いことはないはずです。自分のペースで確認してる。自分のペースで、ペースを乱さないように確認してます。その隣がサファリですよね、うん、サファリ、はい、クロームではないんですね。クロームもいいんだけど慣れだね、もうサファリの、うん、昔はクローム使うよりもサファリの方が早いみたいな話があったんだけど、最新はちょっとねもう追いつけなくなってる。でもここにサファリ置いてるのは特に理由はない。そんなに自分にカスタマイズされてる必要もないし、 Google サービスはもうログインしてるんでね。でその隣は何ですかね。これは俺の全てだね。全て、全てがここに詰まってる。アプリ名を教えてもらっていいですか？いや俺の全てだから全てなのは分かりました。アプリ名は、アプリ名はシンプルノート。シンプルノート、うん、シンプルノートがないと何もできないね。そんなにですか？そうだね、シンプルノートないと俺もダッフィーとかと同じだもんねレベル的にはこんな社長室こう失礼します、あなんかダッフィーかお疲れ様でしたみたいな、まこなり社長引くシンプルノート、うん、ノートイコールダッフィーなんだダッフィーかっつってそうなんだダッフィーかって言ってるやつちょっと頭おかしい中身どんなメモしてるんですか？シンプルノートはもう全てのね、まず YouTube の原稿とかも、これは完全アドリブで話してるけど YouTube の原稿もそうだし、事業計画とかお客さんへの提案企画とか、あとは全社に向けるメッセージとか全社のスピーチの原稿とか、ちょっとしたアイデアから全てがシンプルノートに入ってる。もうこのシンプルノートがないと何もできない。間違えてそのアプリ消しちゃったら大変なことになりますね。それはもうダッフィー化だね。これを消した瞬間っていう今なんかちょっと違う気がするんだけどちょっと違います。ちょっと違う、はい、ちょっと練習しとくわ一発ギャグダッフィー。じゃあ絶対そのアプリは消さないようにお願いします。はい、ありがとうございます。他のアプリなんですけど配置のこだわりとかってありますか？あります。教えてください。配置は基本的に上がウィジェットになってて。本当ですね、うん、これ Siri からの提案で勝手にお勧めしてくれるっていうやつで、使うアプリ。そうそうそう、下はもう固定のアプリにしてる。でさらにこだわりがあって、このトップ画面以外は何もしない。何もしない、うん、整理しないってことですか？そう、整理してる。ちょっとしますね、あのグループ作ったりとか。わしにもそんな時代はあったよ。整理したがるよねみんな、なんかツールとかカメラ系とか頑張って整理するんだけど、あれさめっちゃやりにくいじゃん。カメラ系かツール系かって入れるときによし長押しして、このブルブルってこう震え出してアプリがブルブルって、それを一生懸命こうやってうーって動かしたらツール系に入れたいのにカメラ系にふってやっちゃって、あ違うこっちじゃないっつって、うわーって、もう一回出すぞっつって、これさ一生やってる人いるよね永遠に、はい、何なのあれ。時間無駄ですね。時間の無駄、人生終わっちゃう。途中で気づいたんだよね、整理しなくていいって。もう新しいアプリももう落としたら終わり。日々使うやつだけを置いとけばあとはもう知らない。だからもうこの画面以外はもうカオスなの、適当に置いてるだけで。消すこともほとんどしない。消すのもめんどくさいし、一個一個こうやって消していくのね。もっと簡単にねこうクリック、このカーソルでこう選択して削除できればいいんだけど、ここからここまで、そうあれ一個一個
うーってやってこうブルブルってまたやってジュッつってうーってやって正確にはジュッってやってポンってなってピーってやってシュッっていうこれをずっとこれ何言ってるか分かる完全に分かります完全に分かる、はい、よかった。いやそうなんだよね。だから整理は基本的にトップページしかしないっていうね。そしてよく使うのを下に置いて上はまあ、 イレギュラーで使ったものを Siri にお勧めしてもらえればいいかなっていう。あと SNS をこの一番上のところは勝手に出てくるから仕方ないんだけどこの下のところには置かないっていう置かない、うん、必要にそうやっぱりねすぐこう指届くところにあるとね見ちゃうからねあまり下には置かないようにしてますね、はい、でも全く見ないわけじゃないんでやっぱ仕事でも使ってるし、はい、ウィジェット画面はどうなってますかこのこっちね、はい、こっちはもうこれだけすごい小ざっぱりしてますねそうかなあでもみんなあれでしょここにニュースとかがダーって並んでるやつやっちゃってるでしょそうですそうですうわ俺が一番嫌いなやつだダメですか俺はもう爽やかな気持ちで気持ちよくスマホを眺めたいのにちょっとこう動かしただけで芸能人が不倫したとかもうどっかの国で戦争が起きてるとか目にバーン飛び込んできていや俺はもうそんなの知りたくないんだよと俺はもう平和に生きていたいんだよと思ってんのにニュースを強制的に見させられるっていうねあれねもう拷問だよねすごいタイトルがキャッチーで押したくなっちゃいますしねそういうのが上がってくるからそういうのね本当嫌いなんで絶対見ないようにするいつからか iPhone のアップデートでニュースが出るようになったよね、はい、勝手に、はい、あれ見た瞬間 iPhone 叩き割ったもんね叩き割ってはないですよねまあ割ってはないよねアプリをちょこちょこ気になるものをうん、質問させてください、うん、まずやっぱり右下の M のマークのアプリですねあこの M、はい、宣伝かな宣伝じゃないねえさっき取り出す瞬間にあこれ今からスマホの画面取られるから自分のインサイドストーリーズの月額課金アプリを一番見えるところに移してじゃねえよどんな技術だよそれやっぱり自分のね月額サービスは一番見えるところにね置いとくっていうことですよねこれ見たことない人多いんじゃないですかねこれを機にね見たことない人も、まあ、1日1個記事が上がってて全部音声がついていて、まあ、適当に開くんですけどここで開いてで音声をね再生するとおはようございますまこなりです毎回ねこのおはようございますから始まるんですけどアプリ出たのも今年入ってからですもんねそうですね2ヶ月前くらいですかねアプリ出たのアプリの方がやっぱサクサクして使いやすいよねあとやっぱりツイッターですよねツイッターたまに更新されてますけどタイムラインは見てるんですかあこのツイッター、はい、これ Siri がねおすすめしてくれてるそうですタイムラインは見ちゃうよねツイッターのでもあんまり見ないようにしてるスマホはまず仕事中は画面を向けないようにしてるし充電しながらでも向こう向いてるから手に取らないようにしてるしブラウザのツイッターは PC のプラグイン入れて開けないようにしてる開けないようにそうもうロックかかってるそんなことできるんだそうそうそういや見ちゃうからねツイッターでね見ちゃうじゃんパソコンで作業してる時にちょっとあー行き詰まったなツイッターみたいな感じで T エンターみたいな多分これみんな分かる人いると思うんですけど T エンター F エンターやりがちあと Y エンター YouTube ねこれは全部ロックして見ないように、ね、してますね初めて聞きました、うん、これツイッターここにあるのはたまたまですけどね、まあ、DM とかは結構来ますよね DM はね結構来ますねちょっとこれ多分見せられないんでモザイクかけなきゃいけないんですけど1日多分 4,5 件は来るかなでも大体なんかアーカイブというかリクエストの方に入っちゃうんで見ないんですけど、まあ、たまに返信してます誠実な感じだったりすると次が NBA 楽天初めて見たんですけど初めて見た、はい、いや NBA はね好きなんですよ単純にはいお好きですよねこれね何の生産性も上がらないねただ好きだっていうノーリーズンもうそれだけのアプリってことですよねそうだねもう NBA の試合を見たりとか試合結果見たりとか選手のことを見たりとか、うん、これ結構ねそのシーズンによってはもう滞在時間めっちゃ長い長いです結構見てる YouTube はい、まあ、やっぱりって感じなんですけど最近見てる YouTube チャンネルとかってありますか最近見てる YouTube チャンネル最近ほとんど YouTube 自体があんまり見ないですよね全く見ないそうなんですね、うん、世の中で超話題になってるレベルじゃないと見ないですねなんだろうなでも切り抜きとかはねよく出てくるようになりましたね最近はTikTok も入ってますね最近動画出してますもんねそう TikTok はね最近ちょこちょこやってて今日は違うんですけどいつもの雰囲気で人生で役立つこと3つみたいな感じで第3位第2位第1位みたいなやってたんだけどなんか TikTok だと説教っぽいなって
と思って、なんか若造が画面越しになんか説教してるみたいになっちゃって、なんか違うなと思って、なんかもっと緩くやろうかなと思って、すごい緩い動画を上げ始めたら結構再生されるから、あれこっちの方がいいのかなと思って、それの反応とかを見てるね。はい、 TikTok も見始めたら止まらないんじゃないですか。やばいやばい。イメージ的にはもう TikTok のトップページ開いた瞬間もこんな感じうぅみたいな、わかる？わかんないです。いや、わかるよね。そこまでではない。そこまでではない。ゴーンってなったことない？なったことないです。イメージ的にはもう見続けちゃうんだね、ずっと。もう見続けちゃいますよね。うん、ずっと見続けちゃうから、もうトップページはもう見ないようにしてる。 TikTok が一番吸引力がやばい。もう顔に張り付くレベルの、ずっと見続けてる。朝は TikTok 開いて閉じたら夜みたいな。そこまでではないですよね。そこまでではないね。でも TikTok のホーム画面は仕事中には絶対に見たらいけないですね、うんうん、そう、仕事中には見ない。日常的に見ないようにしてる、なるべく。食べログですかね、うん、以前、うん、あの月額課金のおすすめの動画で紹介してましたよね、うんうん、食べログはね、やっぱふとした時に仲間と一緒に予約する時とか、まあ、ランチ行く時とかに、もう予約できる店舗で限定して、やっぱ個室とかの方が良かったりするからサクッと予約できるんで、食べログはね結構使いますね。もうめんどくさいから全ての飲食店食べログ対応してほしいですね。電話するの大変じゃん、あれ結構ね嫌なんですよね。全部ウェブ予約で、そう、全部ウェブ予約で完結できる世界が来たらいいなって思ってますね、はい、あとは Google カレンダー、うん、予定はこれで管理してる。もう Google カレンダーは、まあ、開けたらもうちょっと僕の全てが分かってしまうんで開けられないんですけど、カレンダーはもうずっと Google カレンダーですよね。ここには映ってないんだけど、日程調整をするアプリで、最近空いてますっていうのを使ってて、他にもいっぱいあるじゃん、日程調整アプリって、アプリとかサービスって、はい、でもなんか無料で使えるいいのないかなって思って、人にも進みやすいし、それで調整してこのカレンダーに勝手にこう入っていくみたいな。あ、人と一緒に。そうそうそう、自動予約していくみたいな感じでいつも日程調整してますね。日程調整でいちいちね日付を書くとかね、あれまだやってる人本当にやめた方がいいですよね。都合が悪ければ、うん、他の日程を 2,3 ください。あ、そうそうそう、そういうのもうめんどくさいんで、日程調整しましょうっつったらリンクペット送って、あのここで空いてるところでっつって、もう空き枠どこでも取っていいんでっていう感じにしてますね。便利ですね。便利。ちょっと生産性の観点で気になったことがあって、うん、時計のアプリなんですけど、それ置いてる意味あります？あ、時計？はい、時計は結構ね時間計ること多くて、日常の中でタイマーはね結構使うんですよね。あのメモ書きをするときとか、アレクサ10分測ってとかでもいいんだけど、まあ、目の前でねあと何秒か見えた方が緊迫感があるんで、はい、時計はよく使う。あと一応予備でアラーム、朝のアラームも一応回してはいる。朝起きるときは基本はカーテンが自動で開くんで、もうそれで起きてますね。でも一応予備の予備として、あの時計の普通のスマホのタイマーもセットして、だいたいシャワー浴びる前に開けて切るってことをやってますね。鳴る前に切ってる。鳴る前に切ってる、うん、念のためなんだよね、寝坊しないように。さすがです。 Spotify ですね、うん、何の曲を聴いてるんですか？ Spotify はねこんな感じであるのが、チル・ローファイ・スタディ・ビーツ、これめっちゃいい。いいですね。なんかこういうちょっと重低音が鳴りつつ落ち着いた感じめっちゃ好きなんだよね。歌詞はなしですか？歌詞はほぼない。落ち着いて、これ普通に食事中とかも流すし、仕事中も流してる。あと朝ヨガ瞑想を流す、やるときはこの瞑想を流してるし、メディテーション系が多いよね。そうですね、あんまりなんかイケイケな。そう、もうここに BTS ぐらいしかないよ、ね、あ、 BTS、 BTS 好きなんですか？ BTS はね普通だね。世の中の人たちが聴いてるレベルで聴いてるから多分ここにあるっていうだけで、あとここになんかセプテンバーっていう曲流れてるんだけど、はい、セプテンバーわかる？わかんないです。わかります。あれね、テンションぶち上がるんだよね。俺だけじゃないはず。テンションぶち上げるために聞いてたということで、うん、ちょっとそれが今あの見えてるのが今気づいちゃったから必死で説明をしたっていうあとはやっぱりニュースピックス毎日読んでるんですか？暇な時に。ニュースピックスは個人的にはまあ一個人の趣味嗜好の問題だけど、昔の方が面白く感じたことが多くて、最近はね結構幅が広くなったなって感じますね。なんか世の中全体の話というか、スタートアップとか伸びてる会社とかじゃなくて広く扱うようになったなっていう印象で、でもすごい、あ、そうなんだと思うことも多くて、今でも課金続けてますね。あとストレイナーも素晴らしいサービスですよね。ストレイナーはもっと会社
ってところに焦点を当ててますね。政治とかじゃなくてその会社の業績とかそういうのはねやっぱ面白い。経営者の人はみんな見てますね。トレーナーも月額で結構高いですよね。ちょっと値段忘れちゃったけど2000円ぐらいじゃなかったかな。ちょっと値段忘れちゃいましたけど、でもここら辺はもう課金価値あるなと思って払ってますね。ネットフリックスもちょっと気になりますね。これネットフリックスはたまたまここに出てるだけでそんなにスマホで見ることはない。見るとしたら家のテレビだね。テレビで、うん、家のほぼネットフリックス見る専用でしか使わないディスプレイがとしてのテレビでネットフリックス見てますね。ここで見ることもほぼない。1ヶ月に1回もないぐらいですね。ちなみに最近ネットフリックス見てますか？最近ネットフリックス見てるのはこれ東京リベンジャーズとヴィンチェンゾは見てますね。東京リベンジャーズはもう漫画で全部見てるんだけど、アニメもちょっと改めて見るとちょっと忘れてて面白いなと思って、あ、こんな展開だったわと思って。ヴィンチェンゾは結構惰性で見てる。惰性で見てます。ヴィンチェンゾ全部見ました。全部見た。はい。結構長くない？長いですね。最後のさ、全然ネタバレじゃないんですけど、毎回話ごとの最後の1分ぐらいのちょっとこの振り向くだけのこの動作でドゥドゥンドゥドゥン、この尺やばくない？めっちゃ長いですよね。ちょっと起き上がるだけでドゥドゥンドゥドゥン、この目見開いてないか。そこまでじゃないです。そこまでじゃないけど引き伸ばしすぎだっていう。もうちょっとサクサクまとめてくれたらよかったなと思って、個人的にはイテウォンとか愛の不時着の方が面白いかなと思ってますね今のところ。しっかり最新のドラマを追いかけていらっしゃいますね、うん、そうだね、倍速で見てるけどね。あとはキュリオ、キュリオロック、まあ、これは基本はあんまり使わないんだけど、マンションで扉に近づいた瞬間に大体もう自動で開く、ほぼもう9割以上。もうアプリが入ってればってことですか？そうだね。すごいですね。あ、そう、アプリが入ってれば基本的にはドアに近づいたらもう自動で開くから基本的にアプリ使う必要はないんだけど、たまに気配消しすぎてる時があって感知できない、俺が近づいたことを給料が認識してくれなくて開いてくれないんだよね。なんで気配消して家に帰ってるんですか？癖になってんだよね言いたいだけね。そういう時に給料を開いて手動で開ける時がごく稀にありますね、まあ、それ用に置いてる感じ。ありがとうございます。結構もう気になるところは質問攻めできたかなと思うので、最後にお知らせお願いします。私はですね、生産性を高めると、人生を変える機会を作るということをテーマに動画で配信してるんですけども、本業は経営者をやっています。未経験からプロのエンジニアを目指すテックキャンプ、これまでもう数千名の卒業生が未経験からプロのエンジニアになっています。もし興味がある方はぜひ無料カウンセリングに参加してください。最近のアンケートでは卒業生の年収が144万円上がっているというような結果も分かりましたので、本気で挑戦する覚悟がある方、決して楽ではありませんがお待ちしています。そしてもう一つ、オンラインビジネススクールアンコモン、思考力を中心とした本当に仕事で役立つビジネススキルを身につけることができますので、こちらもぜひ無料カウンセリングにご参加ください。アシスタントに企画考えてもらってアドリブで話していったんですけども、どうだったでしょうか。まあ、こういう企画もね、新しい挑戦としてこれからもやってみようかなと思いますので、皆さんのお声、コメントで聞かせてください。もし面白かったなと思った方は高評価していただけると嬉しいです。いつもこのチャンネルを見てくださっている方は忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。これからも皆さんの人生に役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではおまけトークです。木村さんは最近使ってるアプリとかあるんですか？私ですか？ゼンリーとか。アメリカとかで流行ってるよね。あ、そうです。自分の位置情報を常にリアルタイムで友達と共有するアプリです。普通に考えたらね、ちょっとおじさん感覚だと怖いよね。怖いですよ。それ何が面白い？友達が今どこにいるか、ちょっと今時代時期がですけど、どこで飲んでるかとか遊んでるかとかが分かる。誘いやすいです。それ恋人同士とかでやったらさ、なんかね、ちょっとあれみたいな、そこどこみたいな、そこちょっとやばくないみたいなとこに行ったりすると怖くない？見てるか見てないかをもうドキドキしながら、あ、それで監視するってことが、はい、すごい時代になったね。はい、他にはあとはクラシル、鉄板だね。はい、もうクラシルいいよね、やっぱ使いやすい。使いやすいです。うん、何作ってるんですか最近は？毎日スープ作ってます。スープ素晴らしいね、ヘルシーで。でスープに
まこさんが紹介されてたラー油をかけて食べてます、うん、ああ、どんなスープ作っても小笠原フルーツラー油ぶっかけたら全部その味になるよね。つまり料理しなくていいよね。はい、もう水に垂らして飲んだらいいんじゃない。それは言い過ぎですね。はい、ありがとうございました。